あ、ほんまや、この駅降りたことあんまないから。かわいいな。いいね。いいけど、いいけども。丸三角。ほんまや。セキスタイル。あのなんかシールあるやん、こういうシール。うんうんうん。ああいうの好き。あれ無駄に机とかに貼ってたタイプじゃん。手に貼ってた。子供の頃。大人でも貼ってたわ。あいいなみたいな。誰でも貼ってんから。これ可愛いやん。あやの好みですね、これは。サムネって言うか。サムネにせえへん言うてね。はい。とりあえずやっといて。とりあえずやっといてあげました。ありよりのありよりのあり。いりません。すごい。どう？素敵。いきまーす。うわー。いいね。赤いんや、やっぱり。へぇ。さあ、そう、これがね、グランパレでございます。そう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 、正面ちょっと見よっかな。夜のグランパレとプチパレをちょっとだけ見ましょうか。さあ、この左に見えるのがあれやな、プチパレや。プチパレ、うん、あ、そっか、この時期グランパレの中でスケートがある。そうそう、毎年このね、プチパレっていうこの横の目の前にこのグランパレがあるんですけど、この中でね、毎年年末はスケートリンクになるんですよ。一回昔ね、スケート滑りに来たことがあって、すっごいかっこよかって良かったんやけど、もうやってない、シーンってしてるわ、ほら。うわー、でもかっこいい。すごい、めっちゃでかやば。でもデザイン的にはまあ、グランパレもめっちゃ可愛いし、かっこいいけど、プチパレが意外とね、こうこっち見るとめっちゃ可愛いね、ほら。確かに、装飾がちっちゃうな。素敵。でも見て、ポスターもめっちゃ可愛い。ほんまや、ポスターめっちゃかっこいい。かっこいい。2021年や、来年のやつや。来年の、だから来年、年明けは多分、あの、エクスポジション、展示会が OK になるはずやから、うん、見に来れんか。いや、素敵やね、あやちゃん。そう、あの階段の上で新郎新婦さんと2人もしてる。で、こっちをもう一回ぐるっと回ると、グランパレになります。ライトアップしてないな。うん、グランパレはちょっと静かな感じやな。はい、マシュアビデオ。グランパレとプチパレのこっち側の道に行ったらシャンゼリゼ通りになって、今年のライトアップが見れるということでやってきましたね。ウリクラゲ。はい、ウリクラゲ。ウリクラゲにめっちゃ似てるんやんな。毎年のウリクラゲですね。すごい、これほんまやね、ホルンや。これチューバ。これって前から今の展示に合わせてかな。知らん、あったっけ。あ、なかったような気がするんやけど、分かれへん。へえ、すごい。さあ、予定間に来ました。さあ、こっちですね。おー、見て、でも赤の中に青い粒粒入ってる。ほんまや、ちょっと違うね。おー、かわいいね。ウリクラゲ、うわすごい。わ、燃えてる。やばいやばいやばい、燃えている。これですよ、皆さん。うおー、すごいな。わあ。さあ、今年はこんな感じですね。先ほど言ってた通り青色が入っとるな。綺麗。おお。昼間はさ、この光がどんな風になるかあんま分からんけど、うん、点灯した瞬間の綺麗さすごいよ。だよな、こんな綺麗に。ね、噴射してるやん。ほんまや。ロケットから噴射してます。何あれ。ロケット？ロケットみたいやな、なんか。で、やっぱなんかさ、建物のライティングもかっこよくない普通に。なるほどね。で、ここでみんないい声になってるわけですね。ああ、そうそう、言うの忘れてたけど、あれやね。今、フランスはロックダウンが緩和みたいな状況で、飲食店はダメなんですけど、でも今あの証明書なしでも外出れるようになりました。はい、ちょっと緩和になったんですが、しかし夜8時以降は外出禁止。そう、統一になりました。はい、なんである意味厳しいかも。そう、だから夜まで入れないよね。そう、夜買い物行かれへんくなる。え、キラキラ。おお、これはあれやな、すげえ似てるな。シャンゼリゼとはまた違う。
ここも撮ってはるわ、ほらマダムが。ほんまや。ここも普通にめっちゃ綺麗じゃない？すげー。なあ。わあ。あ、すごい近くになりましたよ。あ、ここの道も綺麗。さあ、さあさあ、ここを左を見切るとこうなります。おお、綺麗やねー。いい感じ。すごい。めっちゃ綺麗じゃない？すごい。ちょっとここの撮影スポットというか、ここのとこ、どう？いいね。よき？よきよき。やっぱりちょっとまあね、こういう状況から盛り上がりには欠けてるけど、盛り上がり？クリスマス感？みんなもっと人すごいからさ、あー確かに人は少ないな、うん、やっぱ観光客は全然いないから。すごい、でもそれはそれで貴重ですね。貴重、ラッキーねー、こんな観光客いないクリスマスのパリですね。お店でもちょこちょこやってる。こいつをね、普通に飲食店、あのレストランとかじゃなければ回転して OK になってるので。あ、でもここ空いてるな。お持ち帰りちゃう。そうか、テイクアウト OK なんか。ルテルがあるのでクレープとか売ってるから。パリピの歌がパリピーポーがかかってます。あ、ここかっこいい。あ、すごい。あー、かっこいい。あ、ほら、あやちゃん、スタラフォーマーで。あ、ほんまや。ちょっと行こう。ちょっと行っていい？ちょっと覗く。やった、初めて行く。はい、ちらっと見てきました。何それ。よかった。なんかあれみたいですかね。フランフラン、フラン、あ、フランフランみたい。確かに分かりやすい。おー、かっこいいね、その背景。サムネ用なんか今日多いな、サムネ用みたいな。かっこいい、サムネ用。そらへん言うてんの、いらん言うてんの。何持ってるんやろと思ってた。カメラ、カメラ。手に何持ってた。こうやってやってんかなと思って。ダサいなと思って、ちょっと確認してたらなんか終わってしまった。ダサくなるから。かっこいいですね。ああいうポスターを買って貼ってんのめっちゃ好きです。確かに。すごい、ここ。あ、ここもさ、ツリーある。ツリーめっちゃ可愛くない？ちょっとだけ見てみよっか。あ、ここあれやな、ショッピングモールになってんやな、こうやって。あー。かわいいね、ここ。カバンチェックありますね。わー、すごい。ツリーがありますね。わー、すごい。エッフェル塔ついてます。いや、よりパリっぽいな。素晴らしい。ここはなんか素敵な階段になってます。で、プレゼントがいっぱい売ってたりしてて、いいね。あ、ほんまや。なるほどね、やっぱプロモーションってな。かわいい。かわいい。ジャック、ジャック、ジャックできたのか。かわいい。で、ここはショッピングモールになってるって感じですね。面白い。面白かった、ここ。またゆっくり見に行きたいね。すげえ。これマシーンなの。これマシーン。全然こうへんねんけど。なんで？もう一回。え、俺嫌われてる、こっちは。あ、今来た、今来た。タイミング遅くね。遅い。すごい霧みたいやな。うん。いや、歩くだけで楽しいよね、やっぱ。確かに。通りは。しかもお店開いてるから嬉しい。あ。ちなみにこのシャンゼリゼ通りですね。昼間の様子もね、以前あの散歩してる動画あるんで、こっち見たら昼の様子はわかると思うんですけど、やっぱ昼とこの夜で全然雰囲気違う。違うね。うん。わあ、すごい、これかわいい。これは何だろう。
できるのかな、香水の香水かな、めっちゃ可愛い、あ、気をつけて、スリがおる、気をつけなあかん系やわ、ちょっとシム、あ、ほんまや、おるおる、やばいな、気をつけましょう、やっぱ結構スリがおるな、スリかな、気をつけな、この辺でも怪しい人めっちゃおる、うん、ちょっとね、怪しい人も多いですね、あ、ホールでなんか食べたくなってきた、あ、すごい、やっぱりもうどこもかしこもさ、こういうツリーがやっぱすごいね、綺麗やわ、ラジレがピカピカ、あ、ほんまや、ちょっとラジレ見ていこうぜ、かわいいな、ラジレ本店、この前あのモンブラン食べたんですよね、ラジレの、それのラジレってお店の本店ですね、こんなんです、かわいい、あ、でも、あ、すごいすごい、こういう中はこう入れるみたい、駒はいつもこうカフェやねんな、あ、ナイキがありますよ、ナイキ、巨大ナイキですね、かっこいい、巨大やな、なあ、すごい、わー、かっこいい、うわー、うん、いいね、ナイキ好きにはたまらんね、スポーツ用品店というかスポーツブランドの服のさ、うん、シンプルさすごいかっこいいよな、かっこいい、ほんまにかっこいい、あやちゃん、はい、クリスマスのルイ・ヴィトンですって、すごーすごい、こんなんなんか木みたいな、ブロッコリーみたいな、うまやな、わーお、すごい、こんなんですよ、イケメンやな、イケメンやな、なにこのイケメン、イケメンのマネキン、マネキンがイケメンや、マネキンがイケメン、すごい、これに全部作ってるんや、わあ、ほんまやな、これはあれやんな、本物じゃなくて、あ、そうやな、 3D プリンター、あ、べっぴんさん、おるんだ、べっぴんさん、すごい、かわいい、かわいい、へぇ、すごい、素晴らしい、わあ、ねえ、いつか本店で何かを買うのもいいかもね、きれい、なにこれ、なに、ここピンキラキラ、ディオール、ディオールか、ここは金属じゃなくて服ですね、すごい綺麗、かわいい、それっていうのはあのな、いいよな、黒ひょうちゃん、あやのただのあやの好みやないかい、さあもうすぐですよ、カルティエが来たらですね、もうね、大体もう目の前、大きいね、じゃあ、そろそろ、ま、前田ながらお見せしましょう、前も思う存分お見せしましたが、夜の凱旋門初めてちゃう、夜の、そっか、夜の凱旋門ってあんまり、そうやんね、初めてちゃう、初めてか、うん、じゃあ、初の夜の凱旋門、今だ、ゴールだ、よっしゃ、真ん中まで行こう、そして、夜の凱旋門はこれだー、たらー、うぃー、かっこいい、やっぱかっこいいな、上ライトないな、いつもなかったっけ、なんか下からのライトだけのようなイメージだけど、上光ってなかったっけな、光ってた気がするけど、おー、かっこいいね、かっこいい、すごい、後ろが真っ黒やから無理目立つかわいい、かわいい、はい、誰もいないですね、シーンとしております、あー、すごい、そんなことありますかね、はい、はい、ということで今回は凱旋門まで来たので、終わりたいと思います、はい、クリスマスの、シャンゼリゼ通りいかがでしたでしょうか、いかがでしたでしょうか、それではご視聴ありがとうございました、オーバーアビアント、こっちもいいね。